アストラゼネカ社とワクチンを共同開発した責任者の1人オックスフォード大学のアンドリュー・ポラード教授が次のような認識を示しました集団免疫とは人口の一定割合以上の人が免疫を持つと感染症が流行しなくなる状態のことですが オラード教授は、ワクチンで感染拡大の速度を抑えられても、流行を完人口のです、ねまあ、いわゆる6割、7割の方たちが、いわゆるワクチンとかそういうもので免疫を獲得をして、いわゆる感染を広げないような状態を作ることを集団免疫というような形で呼んでいます。 ワクチンというものは基本的にはその重症化を防ぐものに貢献するものですので、まあ、ワクチンを打ったからといって感染をしないわけではないので感染が広がっている状況ですとなかなか感染を抑えることはできないとということになるわけですね。成人の75%が2回のワクチン接種を終えているイギリスでは変異ウイルス、デルタ株の感染が拡大。 16歳以上のおよそ80%が接種を終えているイスラエルでも、感染者が増えている状況は同じです。やはりあのデルタ株がすごく強力だというのも一つの理由として挙げられると思います。50歳以上の3度目の接種というのがちょうど13日の金曜日から始まることになったので、イスラエルでは、 世界で初めてとなる3回目のワクチン接種が進んでいます。政府は10月初旬までに国民の8割が2回のワクチン接種を終えることを目指していますが、感染が収束する見通しは立っていません。この変異がどこまで繰り返していくかというのは、先々なかなか読めないところですね。 ワクチンを広げながら治療薬を待ってですね感染がかなりあの少なくなってきた時にですね徐々に日常生活に戻していくというような形になると思いますポラード教授は集団免疫を目指すワクチン接種政策にすべきではないと強調しています様々な変異ウイルスが出現しその数は増えていくと思います集団免疫が獲得できれば素晴らしいけど不可能でしょう 常にマスクを持っていますウイルスと共存していかなければならないと思います新型コロナ対策の規制をほぼ全て撤廃したイギリスではウィズコロナ時代の生活が始まっています